オーシャンサイドはアメリカ海軍にて558隻建造された l s m 1球中型揚陸艦の一隻。官名はカリフォルニア州オーシャンサイドにちなむ。もとは LCT-1675 として1944年7月11日にチャールストン海軍交渉で寄港され1944年9月25日に LSM-175 として収益した。チェサピーク湾での試験公開を終えた後、LSM-175 は東海岸から出港してパナマ運河を抜け、12月1日にはサンディエゴに到着する。そしてサンディエゴからサンフランシスコと新ジ湾を経てソロモン諸島へと向かった。2月20日には、 フロリダ諸島に到着し、参加が予定されていた沖縄振興作戦に向けた訓練に参加した。3月12日、ソロモンを出港。うルシー艦渉を通って精神し、4月1日に沖縄の戸口海岸沖に到達した。到着後間もなくして、LSM-175 に搭載されていた、兵員及び物資すべての揚陸が開始されたが、9時10分に、 敵機からの空襲を受け、簡単に敵銃を持ち応戦した海兵隊員9名と水兵2名が負傷した。4月20日までにウルシい干渉へ戻り、5月28日にはレーテ島に到着。その後は鉄道車両などをマリアナやフィリピンなどに輸送する任務に従事し、8月中頃には再び沖縄へと送られた。9月までに到着し、 しばらくはフィリピンへの各種輸送任務に従事していたが、10月頃から日本への新中軍向けの任務に移った。10月8日、東京湾に到着。11月末にはアメリカ本土への帰還が命じられ、12月26日にサンディエゴに到着した。1946年2月からサンフランシスコへ移り、7月11日に退役が宣言された。 LSM-175 は第二次世界大戦における活動のために一つの従軍聖賞を受賞している。LSD-3 センターホールとともにサンディエゴ湾に入る LSM-175 退役から4年後の1950年9月8日、LSM-175 は最終役する。母校はサンディエゴで主に海兵隊や 海軍建設工兵の水陸両用作戦訓練を任務とした。1955年6月30日、所属を第11海軍区に移す。1955年10月30日以降は武装を解除して乗員を削減した上で海軍区内の離島の支援任務に就いた。1956年10月には母校をロングビーチ海軍造船所に移す。 1959年10月14日には、オーシャンサイドという新たな艦名が与えられ、1961年2月1日まで、第11海軍区にて活動した後に、米海軍艦赤母からその名が削除された。1961年8月1日、旧 LSM-175 は、ベトナム共和国海軍に給与され、RVNS、フング・グイアンと名を変えた。 1975年4月30日の西イン、陥落後、ルオン中佐を艦長とする HQ-404 は、クオン・フーバー大佐率いる艦隊の一隻として、フィリピンへと撤退した。1975年11月17日に、スービック湾に到達すると、HQ-404 は、 フィリピン海軍に戦績を移動し、艦名を BRP ベターニスと改めた。LP65 は1989年に除籍されたが、その後の処分は不明である。ありがとうございます。